のキャットすごいじゃないですか。こういう戦略でそれそんなに急成長できたんですか。すごくないですか。おはようございます。今日はですね、東京の白金台のカカオキャットに来てますっていうのもですね、今回もやってまいります。大型売却組セカンドキャリアシリーズ、パチ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 ちょっとすいません、トランク持ってたので拍手できない。これ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 カカオキャットですよ。この間ね、日本のコンビニ行ったら並んでたんですよね。田島さんすごいなと思って。なので今日は田島さんのね、売却した後の次の2回目の企業の事業、このチョコレートオリジンとカカオキャット今どうなってるかっていうのをちょっと田島さんにインタビューしたいと思います。皆さんこんにちは。ですね、やってきました大型売却組のセカンドキャリア第2弾ということで、前回は天狗さんだったんですけど、あれ見られました？あ、見ました。同じシンガポールの友達 の天狗さん、そして同じシンガポールの友達 の田島さんで、さっきもちょっと僕一人で撮ったんですけど、カカオキャットすごいじゃないですか。この間コンビニでも見ましたよ。はい、田島さんといえばね、もう動画見ていただきたいと思うんですけど、その前の動画をね、まあ、アンティークっていうパン屋チェーンをもう売却されて、次、チョコレートで世界を取るということで、カカオキャット、そしてチョコレートオリジン、もうシンガポールでバンバン M&A で買収してるんですよね。で、日本でも急拡大して、で僕らね、僕らっていうか、この後、阿部と行くんですけど、北海道の夕張工場、ちょっと撮ってさせていただきます。いいですか。はい、はい、でじゃあ早速聞きたいんですけど、今 どんな感じなんですか、そのこのチョコレート事業。そうですね、今創業して2年半ぐらいですかね。ほうほうほう。工場は、北海道の夕張にと千歳にあって、うんうん、まあ、一応シンガポールにも工場1個あるので一応3工場ですね。あとは海外は韓国とか、台湾とか、で今度はアメリカに進出する、まあ、そんな感じで、で今夕張から世界にチョコレートを行ってこうっていう感じです。すごい、これ2年半でここまで立ち上げてすごくないですか。だって2年半ですよ。2年半でシンガポール のクロスボーダーの MA やって、かつ台湾、韓国、そしてアメリカ、シンガポール、そうですね、うん、で、国内だからコンビニさんで行くとファミリーマートでしたっけ、成城石井みたいな。あ、そうですね、はい、まあ、いろんなところで扱っていただいてる感じです。すごいな。どういう戦略でそれそんなに急成長できたんですか。もともとベーカリーをやってた時に、やっぱ一番どこの課題っていうか、賞味期限が短くて、はいはいはい、海外展開がすごいしにくかったんで、なかなかこう広まるのに時間がかかったっていうところ、あと職人が必要っていうところがあって、うん、でまあ、次の企業はどちらかというと職人をそこまで使わずに、うんうん、あとは賞味期限が長くて、世界中どこでも、まあ、売れる商品、はいはい、っていうところでカカオキャットを開発して、うん、まあ、想定通り海外の輸出が非常に好調で、基本的には海外で稼ぐようなビジネスモデルにしたいなと思います。海外で稼ぐようなビジネス。そうですね、でもまあ日本は結構マーケットも大きいので、うんうん、まだ売り上げのどうだ、7割が高い日本ですよ。ほー、でも3割も海外なんですね。3割はそうですね、うんうん、なのでこれから半分以上は海外で稼いでいきたいなと。さらっと言うけど本当すごいな、うん、いやマジでもうね2年半でね一気にね伸びてる。そうそう、これも聞きたいんですけど、まあ、田島さんというともう大型売却組でシンガポールにお住まいじゃないですか、うん、日本で事業やるってなった時に、まあ、これは箱物系で、まあ、僕もそうなんですけど、銀行からの融資って結構難しいイメージがある中で、はい、その辺って どうされてるんですか。やっとこれで3期目の決算がそろそろ出てくるので、うん、今までは手柄でやってたんですけど、うんうん、まあ、これからは少しずつ融資をお願いしていこうかなっていうところですね、うんうん、はい、だから一応その、
銀行によっては、あの手を禁止ってところもあれば、うん、海外にこうそこまで抵抗感のない銀行さんも中にはいるので、確かに確かに、最近僕も感じますね、うんうん、ちょっとメガバンクとかは割と厳しいところが多いんですけど、うん、銀行の選ぶ方によっては、まあ、必ずしも無理ではないのかなっていうのはあるんですけど、でも難しいのは、まあ、まあ難しいっちゃ難しいですよね。だから皆さん注意しなきゃいけないのが、売却して例えば海外に移ってセカンドキャリアでまた事業やろうと思って日本でやろうと思った時に、まあ、銀行融資が必要なモデルだとやっぱりちょっと苦戦しますよね。うん、だからその間、まあ、売却した手金でやっていくのか、まあ、エクイティファイナンスとかやって、出口設計してやるのかっていうのはありますよね。うん、この2年は何が一番きつかったですか？きつくない？はい、一応ですね、あの工場は2つ、特に大きい千歳と夕張に、うん、あの工場立ち上げたので、まあ、そこの立ち上げが一番きつかったのと、おあと、まあ、このチョコレートビジネスにまだなようやく慣れてきたところで、うん、売上がほとんどがバレンタインシーズンに、はいはいはい、集中してるんで、うん、その換算時期と繁忙時期の差をどうやって工場を平準化してみたのか、うん、まあ、その辺は今あのこのビジネスの難しさかなと思って。あ、なるほど。シーズナリティがあるから、うん、そこ以外でいかに稼ぐかっていうことですか？そうですね。あ、まあ、そうするとやっぱギフトとかそういうのになってくるんですよね。まあ、うちだとチョコレート以外にもジェラートを強化したりとか、はい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 、はい、まあ、ありましたね、ちょっとね、うん、こんな感じのやつが、東とかゼリーとか、まあ、その辺をちょっと増やして、まあ、夏場もこうある程度売り上げがキープできるようには徐々になってきたんですよ。あとその1回目の創業と2回目の創業で何が違います？なんか僕と1回目の時にお会いしてないか分かんないですけど、あのなんかすんげえ生き生きされてる、だから田島さんね、あの本当こう優しそうに見えるじゃないですか、でもマジでイケイケガンガンで手堅いですからね。あのどうなんですか、2回目の企業と1回目の企業比較して。いやでも1回目の方がガンガンやってた感じですよ。あ、本当ですか。だいぶおとなしくなった感じですね。でもこのメーカーの事業はやっぱりそこそこの規模感がないと、うん、相手にしてもらえないところもあって、うんうんうん、ある一定のこう規模感までは一気にして大きくしていかないというところもあったので、うん、まあ、今特にあの2割工場は相当大きいので、うんうん、まあ、そこでちょっとあの埋めるための設備投資っていうのは結構かかったので、うんうん、でまだまだないです、ね。まあ、あの大手菓子メーカーさんに対抗できる会社にするのはやっぱり相当なやっぱ資本力っていうのが必要だなって改めてこうやりながら。あ、そうなんですね。なんか立場さんが考える一定の規模感ってなんか違うような気がしてて、っていうのもなんか出資するときとかも、まあ、僕のそのねペロツの事業を出資していただいてるんですけど、あの10億狙えるのかとこの事業はっていうのを言うんですよ。だからこれは本当に、まあ、5年以内12年確実に10億とか狙える利益が出るのかっていうところを見据えて、多分いろいろ考えられてるんですけど、その立場さんが考えるように今のご自身の事業でそのなんですかね、一定の規模感というのはどれくらいなんですか？まあ、菓子メーカーでこう中堅はだいたい3桁億ぐらいの規模感おは最低限必要かなと思っているのと、はい、あとはこの業界、まあ、EP 率がちょっと低いので、うんうん、まあ、10% 以下だと思うので報酬より出たつ3桁億円以上の会社に作りたいなとは思っています。まあ、前の会社が3桁億以上があったんで、まあ、あのやっぱ会社の規模感が大きいのが安定度が高かったんで、なるほどなるほど、まあ、そこまで早く持っていきたいなとは思ってますね。スピードはどうなんですか？やっぱあの2回目の創業の方が加速、やっぱスピードは速い？全然速い。あ、全然速い、うん、やっぱ人脈も経験値もやっぱ違うんで。確かに、うん、なので若い時に1回創業しといて2回目が、まあ、40代でできたっていうのは、まあ、良かったなと思います。なるほど、なるほど。楽しいですか？そうですね、はい、その
その一回売却してここまで来る間に何か葛藤とかあったんですか、そのチョコレートで何かその沈んだり、うん、事業を立ち上がるまではそれなりにポッていうの時期もあったんで、最初の 1年間は、うん、このカカオキャップの仕事、そうですね、はいはい、まあ本当に まだこう投資が先行していくんで、うん、そこの回収がこう見えてくるまではちょっと精神的にはいろいろ考えるのもそうだったんで、あ、そうなんですか、まあちゃんと計画通り行くかなっていうのは正直、確信に変わるまでは大変な時期もあったっちゃう、うん、1週間ぐらいですよね、いやいや不安が何かちょっとそういうことないんで、まあ、常にこう事業をどうやってやっていこうかなっていうのは考えてます、なるほどなるほど、うん、あの毎回こう聞くんですけど、あのなんかそのタイミングによって変わるし、まあ、僕もそうなんですけど、今の事業を将来的にその、まあ、M&A なのか IPO なのか別にもうファミリーで持ち続けるのか、現時点でどういうふうに考えますか。基本的には持ち続ける方法ですね、うん、事業だったら好きなんで、はい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 、お前の会社も子供が全く打つつもりもなかったので、たまたまこういろんなことが重なって最終的にちょっといいことになったっていうところなので、長くもってもストレスがない会社を作っていこうとは思います。なるほどなるほど。田島さんにとってこうなんかストレスってどういうところなんですか、経営においてのストレス。やっぱりこう、まあ、利益率が例えば 20% 以上とか 30% 以上の会社って、まあ、よっぽどのことがあっても潰れたりもしないし、消費率が例えば 5% 以下とかの会社だと、うん、なんかすぐ赤字になったりするので、うんうん、そういう会社を持ち続けるのが結構精神力いるかなっていうのがあったんで、まあ、そういう意味で収益企業を作ってそれが安定的にこう伸びていくんだったら、まあ、そういう会社を作りたいなと思ってます。なるほど、なるほど、なるほど。利益率ですね、うん、あとなんか最近こういう質問結構僕されるんですけど、うん、その1回売却して2回目何すればいいかわからない、僕もそのこのフィットネスの事業で見つけてこれでもう突っ走れるってことが僕は幸せだと思っていて、でもなんかもしこれがなかったらどうなんだろうっていうのが結構あって、でも田島さんもこのあのパン屋からチョコレートっていうのを見つけられて今ね、アクセル踏まれてるじゃないですか。これがまだない人はどうやって見つければいいんですか。もし今の会社をこう売却する前提であれば、まあ小さな会社をもっと作っておいて、僕だったらね、売却した後の準備もあのまた別の事業を作って、行った後もすぐスイッチ的にしておくといいんじゃないかなとは思います。あ、次の種をもう売却する前に、あるかじめちょっと見つけとくっていう感じですかね。でも、一旦こう仕事をゼロにして、数年間遊んで暮らすっていうのもあるいいと思って、まあ、それはちょっと仕事を好きな人は、左ゼロになっちゃうとあれなのでっていうところですかね。なるほど、人によって、はい、人によって、ね、確かに確かに。あ、じゃあ細いよね。もしよかったらなんか経営者、まあ、見られてるチャンネルなんで、うん、なんか、まあ、FC 募集だったりとか、うん、業務提携だったりとかもしなんかあれば、カフェチェーンさんの近くにカフェを出店したとか、ベーカリーの近くに出店したりとかっていうところで、まあ、書店さんの近くに出店したとかっていう形で、この既存事業をやられてる方で、うん、スペースが余ってるとか、ちょっと売り上げ最近足らないとか、そういうところでこう小さい金額でこう事業が、調達事業ができるっていうのが我々の今のこうモデル、FC としてはモデルなんで、まあ、何かそういう空きスペースがあって困ってる人とか、なんかうちの業態が待ちそうな人がいたらまたね、お問い合わせいただく。あ、オフィスとかどうなんですか。普通のオフィスとかで、オフィスの自販機とかあるじゃないですか。いろんなグリコの置き場みたいなのもあるし、そこのカカオキャップとかもあるような気もするんですけどね。はい、オフィスもおかしいですね。あ、そう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 。はい、そういう入社さん通じて交渉とかも、まあ、今後ある。なるほど。まあ、自販機は一部コーラさんと提携してやり始めたりです。じゃあもしね、興味ある方は概要欄に田島さんのソーシャルアカウント貼ってますんで、ぜひ。田島さんがツイッターでおはようございますってたまにポストさせて、その時はちゃんといいねお願いしますちょっと番外編的なところもしてみたいんですけど、シンガポール移住してみて
どうですか。まあ飽きますね。僕は飽きたんですよ。言っちゃいけないかもしれないけど、はい、でも飽きるっていうのも言いたかった。飽きる、いや飽きるよって言われて、いや分かってるよ、飽きるって思って飽きるって言いたかった、うん、でもいいとこありますよね、うんうん、シンボールって外歩いてるとすぐジメジメしてくるから、外があんま気持ちよくないから正直日本はね、はい、春とかすごい気持ちいいけどね、はい、でも湿気が多いのかな、常にジメジメしますね、はい、だすぐモールに入っちゃうんですね。なるほどね、あ、だからモールあんな人いるんですね、うん、次はどこ行くんですか。もうシンガポールにある程度行って、うん、日本に戻ってきて、まあ、違う国に行くのか、じゃあ、もう日本ですね、うん、あら、あらららら、日本なんじゃないかなと思いますね、はい、まあでもシンガポールは会社そのまま当然、まあ、メインの、あのヘッドオフィスがあるんで、うんうん、ヘッドオフィスはしますけど、でもやっぱ距離が近いのやっぱいいですね、時差が1時間しかないし、確かに確かに、うん、あのサロンメンバーで、なんかシンガポールの起業家に会いに行こうみたいな、うん、そういう企画やるんですけど、うん、田島さんがいる日程で、うん、あ、ぜひいいですか、調査して、はい、大丈夫、はい、じゃあこの後北海道行ってきます。めちゃくちゃでかくないですかこれ。でかい。これね、確か今年、あ、去年かな、田島さんが買収した確かマルハニチロかなんかの工場なんですよね。あたかも俺の工場みたいな感じで言ってますけど、田島さんの工場です。行きましょう。すごくないですか。ここが倉庫。そうです。主にチョコレートです。ブロック、バレンタインの時はやっぱここにずっとあるんです。そうですね、ここが満タンになります。満タン。おお。で、福祉材が、今ちょっともともとあった向こうの塔を今工事をしていて、で綺麗にして倉庫にして、もうこういう缶だとかはそっちに全部動かすんです。うん、で向こうの部屋と、ここはあの動くあのラック、はいはいはい、を来年の春に入れて、天井目いっぱいまで使える。出荷数が、まあ、年々っていうか、もうまだすごい短いんですけど、どんどん上がってる感じがします。あ、年々、あ、倍です。倍で、はい、すごいすごいっすね。本当にまだ2年半ぐらいですね、はい、その前の会社からこっちに夕張に来て、また新しくパン屋さんからチョコレートにやったじゃないですか、はい、難しさって何がありますか。ストックビジネスなんですよ。もう貯めてって、うんうん、で、冬、クリスマス、年末年始、もうバレンタイン、うん、バレンタインにめがけて作っていくんですよ。はあはあはあ、ストックビジネスで、まあ、お金が出るんですよ。あ、だからその、あ、だから貯めて貯めて、そのシーズンに合わせて一気にこう、はい、そうストックして貯めていくってことなんですね。はい、うん、なるほど。売れなかったら、うん、めちゃくちゃな成功になるんで。あ、なるほどなるほど。そこが難しいです。なるほどなるほど。まあ、パーマとしか作って売って、うんうん、なので買い手が、まあ、その代わり逆転として、その日が短い、ね、期限が、はい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 、はい、作ってすぐ売れないとロスなんですけど、うん、チョコは期限が、まあ、400日とかあって、うん、期限は長いんですけど、足は長いんですけど、売れる時期がバレンタインに集中してるんで。なるほどね。そっか、じゃあそこ以外も、田島さんも言ってたんですけど、そこ以外のなんか新しい昇竜だったりとか商機があれば、また変わってくるんですね。そうですね。なんで、まあオーストラリアみたいに、うん、まあ、日本で暑い時に寒いところに海貿易で外に出して、なるほどなるほど、貯めとくのも場所も使うし、空調もかけないといけないし、コストもあるので、まあ、作ったのが 年中こう出せると一番です。それでも別にマジで大きい部屋に作る工事を来月します。ああああ、
工場も M&A してるんですよね。丸勘一郎さんから。あ、そこだ。イメージはあって。はい。不動産の。不動産。土地建ての購入。あ、土地建ての購入ってことは土地、あ、その工場そのまま M&A したわけじゃないですか。なんか株式譲渡とかではなくて。あ、はいはい、普通に買ったって。工場を買ったの、はい、あ、なるほど、なるほど。在庫としてこう所蔵してるんです。400日持つんで、書類ってすごいな。マイナス20度です。これがもともとあったんですよ。荒木さん、このでかい冷凍庫が。なんで。うちは冷凍して貯めていくので、広くなるし、冷凍庫になるし、いいねって言うので、決めたのが去年の6月です。確かにこれ普通に作ろうと思ってすごいお金かかりそうですよね。土地が1万坪ぐらいで、はい、建坪が4000坪ぐらいなんで、まあ、2桁億ぐらい。そうですよね。なるほど、なるほど。さっき外のところですね、これが。トラックが横付けするところですね。ありがとうございました。ありがとうございました。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A、そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。